皆さんこんにちは。今日は長野県に来ています。今ね、長野市にいるんですが、これから戸隠という地域まで車で行きたいと思います。今日もよろしくお願いします。さあ、長野の戸隠といえば何が有名でしょうか。やっぱりね、戸隠そば結構有名なんじゃないかなと思います。戸隠のそばは日本三大そばの一つとして数えられます。他の二つは島根県の出雲そば、そして岩手のわんこそばと言われているようです。三大そばの一つ、これはね、楽しみですよね。どんなおそばなんでしょうか。そして長野市側から戸隠に行くには車で30分ちょっとの山の方にあります。山をね、越えるときにこれ七曲がりというふうに書いてあったんですけれども、こんな感じですね。ちょっと体感7回以上曲がったような気もするんですけれども、こうしてね、曲がって曲がってという形でこの山を登っていきます。戸隠には戸隠神社っていうのもあるんですけれども、こちらもね、創建2000年以上の歴史ある神社になります。もともとこの戸隠というのは修行の方が多く来られるところだったみたいなんですね。その修行僧の方が食べられるということで、そばこちらが有名になっていったということのようです。そもそもこの山はどのようにしてできたかというのが古事記のね、中で語られているようなんですね。古事記というと、まあ、日本の昔話というかね、神話になるんですけれども、アマテラス大御神という神様がいたんですけれども、それがね、まあ、太陽のような役割を果たしていて、一度ね、隠れてしまって暗闇に覆われてしまった、そういう時代があったということになってるんですね。でその暗闇の時代を終わらせなければいけないということで、少しだけね、岩戸に隠れていたのを少しだけ空いた隙に、おりゃーと力持ちの神様がその岩戸を避けたと。その片方の岩戸がこの戸隠山になったと、戸隠の地に飛んできてそれが山になったということになっているようなんですね。ということで、こちら戸隠神社になるんですけれども、こちらの御神体はこの山自体、戸隠山自体が御神体ということになっているんですね。さあ、戸隠のお水がね、こうして湧き出ているということになります。で、飲めるみたいですね。私もちょっと飲んでみました。美味しい気がします。冷たくてね、いいですね。さて、戸隠神社中の方に入っていきます。戸隠神社っていうのはですね、5つ社っていうんですかね、こう建物というかがありまして、その中の1つ中社、中社って書いて中社ですね。こちらに来てみました。戸隠のね、お蕎麦屋さんとかが、まあ、集まっている場所がね、ちょうど中社のところだったので来てみましたね。この5つの中では真ん中ぐらいの高さにあるところになります。5つね、全部行くと、まあ、バランスよく運気が上がりますよっていうようなことを書いてありました。ただね、一番上の奥社なんかだと駐車場から40分片道歩くっていうことだったみたいですね。うわ、それはすごいなと思って、少しね、天気も悪かったので遠慮したんですがまあこのね、駐車は見てみることにしました。駐車の鳥居のすぐ近くにはうずら屋さんといってね、一番有名なのかな、この戸隠そばの有名なお店もありました。10時半から開くってことだったんですけれども、先にね、こう名前を書いて待ってるみたいですね。列をなして並ぶような感じではないみたいです。そしてこちらが3本杉のうちの1つということみたいですね。こんなに近くに行けるんですね。そしてこちらが、まあ、駐車になります。せっかくなので ね、 そしてね、見ていきたいと思います。背景にはね、もう紅葉している山々、木々がね、見えます。こんな感じで結構ね、もう落ち葉もありましたよ。さて、少しだけ移動してきました。こちらは鏡池ですね。
鏡池っていうのをたまたま地図の方で見まして、なんか綺麗なのかなと思って、近いし行ってみようかということで、ね、せっかく、これはね車での醍醐味です。徒歩だとねちょっと遠いなっていう形になってしまいますので、さあこの鏡池近づいていくとですね、もう雰囲気があるんですね。なんでこんなところに池があるのかっていうとですね、まあ、一説によるとなんかもともとは農業用のため池だったなんていう話が書いてあったりもしたんですけどね、本当なんでしょうか。今ではこちら国立公園というふうに表記がされています。環境省のお墨付きということですね。ここまで近くまで寄れるんですね。私が行った日はちょっとね鏡のように映るというような天気のいい日ではなかったんですけれども、このね霧の中こうして鏡池に佇むっていうのもね雰囲気があってとても良かったですよ。またね紅葉の景色も相まって雰囲気がありますね。静かなところでした。これね癒されるんじゃないかなと思いました。さて次にやってきたのは戸隠にはですね忍者伝説みたいなものがありまして、実はですね今でも戸隠流忍者の方っていうのはいらっしゃるんですね。そうなのっていうふうに、ね、やっぱり忍者って言ったら伊賀流甲賀流しか知らなかったんですけど、戸隠にもあるみたいですね。ちびっこ忍者村っていうのもあるんですけど、こちらはですね大人も楽しめる戸隠流忍法資料館というところになります。650円ぐらいだったかなで入れますよ。こちらは朝の9時からやってるということですね。蕎麦屋の前にさらに行けるんじゃないかということで入ってみることにしました。こちらですねいろいろ施設があるんですけど、特にねこのからくり屋敷っていうのがね面白かったですね。あのこっちですよとかっていうのが一切書いてない部屋にまず入れられまして、でまあ戸とかちょっと怪しいところ触って次の部屋にヒントなしで進んでいくっていうね、そういったからくり、なかなかね20分ぐらいはどんなに本気でやってもかかるんじゃないかなと思います。なかなかあーここかーっていう感じでね、あの答えがわかるとアハ体験みたいな感じであの行けますね。で最終的に、まあ、出口まで出てくることができるという形です。もちろんこれだけではありませんね。なんかびっくり堂っていうのがあったんで、ね、何がびっくりなんだろうってことで、これ上で上がったらびっくりするのかなと思って上に上がったんですけれども、これですね揺れてるの分かりますか？これね揺れてるんですよ。びっくりしましたね。これ現実ではうわって言ってますからね。これちょっと恥ずかしいんで音声消しましたけれども、いや本当にねびっくりしましたね。びっくり堂って書いてあるのにびっくりしちゃいましたからね。これはもうびっくり恥ずかしかったですね。まさか建物自体全体が揺れるとは思わないじゃないですか、これはびっくり堂だったなと思います。そして皆さんにはねちょっとネタバレ的な展開になってしまいましたけれども、これ分かっててもね多分びっくりするんじゃないかなと思います。建物が揺れるなんてそんなんないでしょうっていうね、ふうに思われると思うんですけど、これね、外出てみて分かりました。ね、こちら、ゴムになってるんですね、下の部分が。よく見たら木じゃなかったとね、ちょっと揺れるようになってました。なるほどなぁと思いましたね。さらには、ちょっとね、忍者っぽく、この吊り橋をですね、さーっと駆け抜けていくっていうのもね、これ忍者の体験ができるのかなということで、友人をね誘って渡りましょうよっつって行ったんですけれどもね、途中で揺らすっていうね、お決まりの吊り橋のねお決まりの楽しみ方をするなどしました。まあ、こんな感じでね意外と楽しめるなっていう感じでした。まあ、1時間もあればね結構見れるのかなっていうふうに思います。こうしたアトラクションの他にもですね資料館というぐらいですから資料の場所もあったりします。さらには体験もできます。こちらはですね200円で7枚手裏剣を投げることができるんですね。まずはですね友人にやっていただきました。縦投げがおすすめ。この的に当てるためにはこう縦にね手裏剣を投げるのがおすすめですということでしたね。すごい当たってる。これ上手ですね。こういきなり当ててますからね。すごいです。
すごい。結局ですね、友人は7回投げて7回当たってました。すごいですね。7回中5回当たればグッズがいただけるということみたいなんですね。いや、そんなね、簡単なら私もやろうじゃないかということで私もやったんですけれども、これがですね、全然当たらないんですね。結果的に私はうちわをもらえませんでした。友人にね、うちわを取らせていただきましたよ。さあ、こちらは民族資料館みたいな形になっていて、民族の方のね、ちょっと道具、使っていた道具とかね、お家っていうのをね、見学することができます。ね、戸隠し、こちらがね、戸隠しのポスターみたいです。いろんな種類がありましたよ。このお家はかなり大きいですね。普通の農民ではないのかななんていうふうに想像します。これ、ね、このお家はかなりね、お金持ちですよね。いろんなね、資料となるような生活に使われていたものっていうのがここにはあります。さあ、と見るだけでもね、結構面白いのかなと思います。戸隠がね、神聖な場所みたいな感じになってる理由っていうのは、やはり古事記にも登場する岩戸ですね。天照大神を隠す岩戸が、まあ、飛んできてこの地で山となったからなんですね。まあ、ご神体なわけです、こちらはね。ご神体の上を私たちはね、歩いてるような感じになりますので、まあね、神聖な気持ちで歩かなければいけないですよね。さて、民族資料館の2階にやってきましたよ。こちらはですね、忍法資料館みたいな形になっていまして、忍術というかですね、書いてあります。あの、なんとかの術みたいないう感じで、まあ、写真付きでですね、まあ、こういうことをしてるんだなっていうのが分かります。戸隠流忍者、すごいですね。忍者文化があったんですね。今でもね、まあ、何代目ということで続いてるということですから、こちらをね、見てみても面白いのかなと思います。さあ、こちらのね、忍者資料館ということでしたが、まあ、手裏剣をね、投げることもできますし、なんかびっくり堂でね、びっくりっていうこともありますし、からくり屋敷でちょっとね、面白いゲーム性のある体験もできます。まあ、大人も楽しめるっていうのはね、本当だなっていうふうに思いましたよ。さあ、こんな感じで民族館を最後に見て、この施設を後にしたいと思います。ちょっとこちらはですね、戸隠の先ほどの駐車のところからは少し離れています。車で10分かからないぐらいではあるんですがね、こんな感じになっています。この近くはね、結構車止めるところが600円とかするんですけど、この忍者のところはね、無料で止めれましたよ。さて、やってきたのは岩戸屋戸隠そばの有名店になります。朝からね、まあ、10時からになりますがやってくださってるということでね、これありがたいですね。戸隠そば、ついにね、食べられます。小鉢セットというものにしてみました。こちらはこんなに豪華なセット、小鉢もちろんありますし、天ぷら、そしてそば団子で、温かいそばか冷たいざるそばかを選べます。私はね、ぼっち盛りといって、このようにね、一つ一つ分かれている盛り方をされているざるそば、これをね、食べてみたかったのでざるそばにしてみました。いかがですか。これ1380円だったかな。豪華ですよね。まあ、ちょっとね、田舎料理的な感じで、おひたしとかね、小鉢ももちろんなんですけれども、メインどころそば、天ぷら、そば団子なんかもね、そば団子って初めて食べたんですけど美味しかったですね。そもそもこの戸隠そば、日本三大そばの一つと言われるね、創建2000年以上経った戸隠神社、このね、修行僧たちが食べたと言われるそばなんですね。少しだけ黒っぽいのが特徴ということでしたよ。実際にそばいただいてみましょうね。ぼっち盛りというね、一つ一つ、まあ、取りやすくなってるね、この盛り方でいただいてみます。やっぱりこのね、山奥ともなると水が美味しいからなんでしょうか、非常にそばも締まっていて美味しかったですね。そして
天ぷらいただいていきます。天つゆもついていますよ。そばにはですね、大根おろしあったんですけど、大根もこの戸隠地方ですね、結構盛んみたいですね。これももしかしたら戸隠の大根だったかもしれないですね。こちら注文してから少しだけ提供時間がかかったかなという印象があったんですけれども、このねセットを見てよくわかりました。これはね、丁寧にしていただいてます。特にこちらはですね、リンゴなんですよ。リンゴの天ぷらなんですって。これすごいですよね。リンゴ天ぷらなんて初めて食べたなと思ったんですけど、甘くて美味しいです。リンゴってこう意外とジャムとか作ろうと思っても砂糖結構入れないと、実はね市販品のアップルパイみたいな甘さには到底ならないんですけど、ここのは一切砂糖使ってなくて、ただ天ぷらにしただけなんですけど甘いんですよ。これは感動しましたね。そしてこちらがそば団子、少しね揚げ焼きのような形にも見えました。こちらがですね、またそばの風味確かにするんですけれども、とっても美味しいですね。噛めば噛むほど甘みが伝わってくる、そんなそば団子でしたね。最後はそば湯でおつゆをねいただいて後にします。岩戸屋さん、これは美味しかったですね。だいたい10時半から開くんですけど、10時からねやってくださってるお店なので非常にね助かりました。店の前に車も止められます。友人がねお酒を見たいということだったので、隣の越後屋商店さん、そしてさらに奥の山田屋さん、こちらもね見てみました。いや、それにしてもこの辺はとても空気がね少し肌寒くなっている頃ですので、寒いといった方がもういいかもしれないですね。よりね美味しく感じますね。水がねより引き締まって美味しく感じますね。リンゴの天ぷらは本当にびっくりしましたね。この地方ではですね、リンゴ、果物ですね、火を入れたり煮たりっていうことをね普通に料理の中でするようですよ。やっぱり果物とかがよく取れるからなんでしょうかね。いや、そういった文化も楽しみつつ、さらにはねこんな紅葉も見る長野県戸隠、秋を満喫できたかなと思います。さあ、今回この動画はここまで。いかがでしたでしょうか。この動画がいいと思ったら、いいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。